はい、こんにちは。私は、まあ、ご存知の通り iPhone5S を使っております。これは 5S は、発売当日に買ったやつですね。夜中の2時から並んで買ったやつなんですが、もう2年以上経ちました。今回ね、ちょっとタイミングを逃してっていうのは、ギャラクシーノート5が欲しくって、 iPhone6S は待ってたんですよね。そしたらタイミング逃しちゃって、でも最近ここ1ヶ月ぐらい本当にね、この 5S が調子悪くって、ホームボタンが使えないのはもうだいぶ前からなんですが、バッテリーの減りが異様に早くって、もう1日持たないんですよね。で、まあ、そんなこんな画面もね、ちょっと見にくいかもしれないけど、ちょっとね、割れちゃってね、ね、まあ、2年以上使ってるから、まあ、元は取ってるよねとか思いながら使ってたんです。でですね、気づいたらこういうものを持って帰ってて、これね、まだフィルムがある状態です。今回も自分でするからってことで、何にも開けさせないで、開けさせないでっていうか、ね、持って帰ってきました。自分でこのフィルムを開けるっていうね。今回買ったのは 6S の、これは色はさ、あ、色っていうか箱は全部一緒なのかな、それも全然知らないんですよね、私。ああ、もうずれちゃってるじゃん。まあね、その、今回からだっけ？そう、今回からね、ピンクというか、なんていうんだっけ、ローズゴールドっていうのかな？が、ね、来たっていうか、じゃあ、その話題の色ってことで、これを、ね、ピンク、ローズゴールド、64GB 買いました。本当はね、32GB が良かったんですよね。なかったからしょうがない。これはね、買った時、ゴールドが欲しかったんだけど、当日、ゴールド入荷してないって、ブラックが30台だけってことで、まあ仕方なく、ブラックを。誘惑に負けて、ケースとか保護フィルムどうしますかってそのお店で聞かれて、欲しくなったら、まあ途中でって買えばいいかなと思ったんで、そのまま最初から裸で使います。iPhone5S は1年ぐらいはケースつけてたんですが、一回落として水が入ったらもういいやつって、もう1年以上ずっと裸で使ってます。もう角っこはボロボロだし、一箇所ね、割れちゃってるし、ホームボタンはつかないし、保護フィルムも貼ってないし、どうすればいいんだろう。このペリペリ履いていいのかな。もう発売されて2ヶ月でしょ？動画撮らなくていいかなと思ったんですよ。それに、もう2ヶ月過ぎたから、あと10ヶ月待てば、また新しい iPhone 出ますからね。なので、もう今回はもうみんなね、動画っていうか、その動画で知ってたりとか思うから、ここがこうでとか詳しい紹介をとか、そんなことはもうしません。今からね、SIM カードを入れ替えたりとか、iTunes につないで、バックアップからねあれしたりとかしたいと思います。まさかだったね。本当にお店に入っても買うとは思わなかった。では